こんにちは、にじこです。風さんのツイートを見つけちゃいました。なかなか意味深ですよね。できることはするし、祈りもする、あとはなるようになるだけ。まあこの通りですよね。本当にできることはできるだけするし、そして祈ってね、どうかお願いって、それ以上することないじゃないですか。できないですよね、何もね。あとはなるようになるだけ。私30年ぐらい前かなすごくこう、なんていうか、モヤモヤしてる時期があって、その時にいろんな本を読んで、誰のどんな本だったか覚えてないんですけど、そこにね、なるようになるって書いてあったんですよ。何でもどんなに悩もうが、何しようが、苦しもうが、なるようになるだけだと。その言葉がすごく響いて、それ以来私の座右の銘はなるようになるなんですよ。本当にそうなんですよ。でね、なるようになるってすごく楽になる言葉だなと思って。なせばなるじゃないんですよ。なせばなるなら、なんかこう頑張って成し遂げるみたいな感じなんですけど、なるようになるってのはもう、なんていうのかな、もう物事に、いろんなことに抗わず逆らわず、もう流れに任せるみたいな。だからいろいろ辛いこと、嫌なことがあっても、もう流れに任せちゃえみたいな。できることを精一杯やって、祈ったらあとはもう任せるだけみたいなね。もうまさにこの風さんが言ってることですよ。もうそんな心境になったんですよね。すごく救われた覚えがあるんですよ。で、その後も大丈夫とか、まあいっかとかねもうね、そんな言葉に私はすごく救われて、すごくなんかいい加減な感じがするじゃないですか。なるようになるさとか、まあいっかとか、大丈夫とかって、大丈夫じゃなくても大丈夫っていうみたいなね。でもすごく救われるんですよ。だから私は自分でもう、まあ10年ぐらい前とかもね、いろいろあったけど、大丈夫、きっと大丈夫ってね、何の根拠もなく自分に言ってみるとか、まあいっかとか、なんかこうでとかって、ムワーンってなったら、まあいっかって言ってみるとか、まあなるようになるさみたいな感じで、すっごい本当にこれね、救われた言葉なんですよ。で、風さんもね、このできることはするし、祈りもする、あとはなるようになるだけ。もうなんでこんな達観してるんでしょう本当にもうね、その通りだと思います。もう本当に、なんていうか、どうしようもないことってありますからね。どうしようもないことはどうしようもないんですよ。精一杯できることはやるけれども、祈りもするけれども、あとはなるようになるだけだっていう、これね、本当、いや、すごいね私が何十年も苦しんでやっと見つけたことをね、いとも簡単に風さんはもう得得されていらっしゃる。はい、この通りだと思います。なんか無駄に悩んでも仕方がないことってあるじゃないですか。無駄に悩むって、そんな言い方って思うかもしれないけど、悩むって大体こう、なんていうのかな、あんまりこういい方向に行かないですよね。そうね、なんかすごい言葉だなと思いました。で、その通りだなって思ったし、でね、今日はちょっと目を閉じた風さんシリーズで、この瓶に私も今お散歩の、犬のお散歩でかぶってますあったかくていいんですよね。いや、それでね、なんか実は私もう収録したんですけど、ちょっとこのツイッター見つけちゃったんで撮り直してるんですね。で、何を最初話してたかっていうと、今日は別に風さんについてではないので、私の思いなので、もうちょっと、じゃあどうでもいいわって方はここで、はい、さようなら、ありがとうございました。
あれですよ、一個前のでねもう話したんですけど、もうかなりあれもちょっとどうしようかなって思ったんですけど、もう結論から言うとですね、私は私の話したいことを話そうというそういう決意をしたという、もうどうでもいい話なんですけど、でそもそもこれ私のチャンネルなので、私が話したいことを話せばいいって当たり前なんですけど、なんかね気づけば私は変な制限をしていてですね、そもそもこのチャンネルを始めたのは、私はもうただただもう風さんという素敵な人のことについて話したい、それだけだったんですよ。でフォロワーが登録者がついてくださるとか、そんなことね全然考えてなかったんですよ。なんかこう吐き出したいみたいな気持ちだったんで、それでこう始めたんですけど、気づけばたくさんの方にこうフォローしていただいて、でいろんな交流も始まって、コメントをたくさんいただいたりして、もうまたこれがすごくあったかいね、愛ある方たちばかりで、実は今日オンラインコンサルを一件やったんですが、その方もここ聞いてってくださって、私のコメント欄を見るのが大好きだって言ってくださって、もうちょっとごめん本当ににじこさんのコメントも愛がいっぱいだねって、愛いっぱいの人しかいないねって、だから読んでて本当にあったかい気持ちになるって、コメント読むだけでも本当に幸せな気持ちになるって言ってくださってね、私も本当にそう思うんですよ。なんでこんなに皆さんね、あったかくて優しいんだろうって思うんですけど、もう私も本当にね、まさかのことが起きてますね。ただただ話したいって始めたのにね、こんなに素敵な方たちと交流ができるようになるとはね、夢にも思ってなくて、それでなんかまあ私のその今生きる指針としている、考え方っていうか、私自身がここ数年ですごく救われた生き方、考え方、これを今たくさんの人に知ってほしいなって思いがあるんですけど、でそれが風さんが言ってることと本当に同じだなので、もう私はそこで本当震えてしまったんですけど、同じことだと思って、でだから余計にこう伝えたい欲が湧いてきたんですけど、でもちょっとそれをここで言うのは違うかなと思って、でスタンド FM っていうところでそういうことについては別に話そうと思ったんですけども、で伸び伸びと話してるんですが、でもねなんかね一個前の配信を話した時にちょっとこれこんなとこまで話していいのかなとか思いながら話したんですけど、なんか皆さん結構受け止めてくださるし、まあ、受け止められない人もいるとは思うんですね。でそういう人はもうしょうがない、なんか私はこうここではここまでで変な制限をつけてたなと思って、なんかすごく何を私は恐れていたのかなとかね、そんなことはだと思ってですね、すごく意識が外側に向いてたなと気づいたんですよ。なのでまあ私のチャンネルなので、私が話したいことを話せばいいって当たり前のことなんですけど、なのでこれからはちょっとって何言ってるかよく分かりませんみたいなこともあるかもしれません。そしたらもうそれはそれでスルーしていただいて、なんかよく分かんないけどへーみたいなね感じでいていただけたらと思うのですが、なんかね本当はもっと話したいことあったのに、私が勝手にストッパーをかけてたということに気づいたのでね、そのストッパーを外してしまおうと思いました。なのでまあ
スタンド FM で話してたようなこともこっちで話しちゃうかなと。で、じゃああっちでは何を話すのかって感じですけど、まあ似たようなことを話すと思いますが、で、私は本当にその風さんを知った時に、このすごいことを発信する人だなと思って、この音楽ももう今までにないような音楽、今まで聞いたことないような、なんて言うんだろうな、そのピアノ弾き語り、ピアノもそうだし、ピアノの音色もそう、音色っていうかピアノのから感じるエネルギーとか、風さんの声から感じるエネルギーとか、風さんの声のこう耳の心地よさとか、なんかこう今までなかったような人が本当に現れたなと思って、で発信してることももうびっくりするようなことだし、もう本当にこの人はこの音楽というものを通じてみんなを引きつけて、そしてこのこれから生きるために大切なことを伝えようとする人なんだなって。で、なんかこういつもニュートラルでね、なんかこうなんていうの か自分の感情でこう自分を見失うってことはね、ないんじゃないかなって感じがして、本当にニュートラルで、なんかね、ライブで嬉しいことがあっても嫌なことがあっても、はい次はい次っていうようなこと言ってましたけど、本当にそんな風にね生きてらっしゃるんだろうなと思ってね。で、淡々と伝えるべきを伝えると、もう言葉も決して言葉数が多いわけでもなく、なんかこう上からでもなく、なんか難しい言葉を言うでもなく、もう本当に短い言葉で端的に分かりやすく、さりげなく、仰々しくなく、こう大行にならず、なんかこうさらっとこう伝えてくれるっていうとこがね、本当にすごいって思ってね、もう本当に私は尊敬するところなんですよね。で、そういう思いがもうちょっと、まあ、おこがましいですが、私も同じような思いがありまして、それで特にね、同世代の人になんかこうもっとなんていうのかな、自分を楽しんで生きる、ありのままの自分で生きていいんだってことをなんか伝えたいななんて思ってね、そんなことを、まあ、お話ししたりしてるんですが、それでこうすごくなんか楽になったとか、考え方が変わって、すごく楽しくなったとか、そういう人間関係良くなったとか、そういう変化を聞くとね、すごく私も嬉しくてね、話してよかったなって思うんですけど、そんなことだから、なんかつまりはですね、話したいことを話そうと思います。だからちょっと藤井風さんと離れちゃう話もあるかもしれませんけれども、そうなんですよ、結局は風さんの思いと同じようなことを話してるつもりではあるんですけどね、何言ってんだろう、なんか本当にごちゃごちゃすいませんね、つまりはですね、もう単刀直入に言えばですね、もう私はもうなんていうの、そのもうおこがましいとかもそんなのもういいです、いらない、私はもうそういう役割があると思って、皆さんが聞いてくださった方がなんかわってこうわってこうなんていうの、笑顔になるような、あそっかってこうなんか考え方が楽になるような、そっか私は私でよかったんだって気づくような、なんかそんなことをいろいろお話しできたらいいなと、そういう役割が私にはあると信じて話していこうと思います。はい、なんかすいませんだらだらと長々と、はい、ということで、これからもよろしくお願いします。
いつもありがとうございます。感謝いてしております。はい、ありがとうございました。ではまた。